エントランス上空から見ると、正方形をした建物の輪郭の中に、多くの円形の部屋が作られているのがわかる。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。緑市立富広美術館は、群馬県緑市の道の駅富広美術館内にある、市立美術館である。群馬県瀬田郡、東村出身の画家、詩人、 星野富弘の作品を展示した美術館である。開館当初は、ふるさと創生資金を活用し、使われなくなっていた老人福祉施設を美術館として改装した。この頃すでに、全国各地で開催されていた花の死が展や、テレビ番組、また教科書に掲載された随筆などによって、星野富弘の名は広く知られていたことから、 富広美術館は開館当初から多くの入場者が訪れ、大手旅行代理店は日光や太平山、足利フラワーパークなど近隣の観光地と組み合わせたパッケージツアーを企画した。2002年には入館者が400万人を超えるまでになったが、古い建物を改造した美術館は手狭となり、また建物の老朽化を早めることとなった。このため、東村は 新しい美術館を建てることとなり、新しい富広美術館建設国際設計協議を行って最優秀賞に選ばれた横溝誠の作品をもとに、旧館の隣に新館の建設に着手。2005年4月16日に新しい富広美術館が開館した。旧館は解体され、跡地には前庭や草木湖へつながる散策路が整備された。 なお新館は、2006年第58回日本、建築学会賞の作品賞を受賞した。2005年8月、近接の商業施設と合わせ、道の駅に登録された。姉妹館として、熊本県足北郡足北町に、足北町立、星野富弘美術館がある。一家2012年9月現在、開館時間休館日入館料公共、交通鉄道路線バス自動車。 ありがとうございます。